国内の大手旅行代理店はパリへ向かう一部のツアーを中止にしました。旅行客にも動揺が広がっています。怖いですね。それは同時にそういうことが起きているってびっくりしたね。家族とかがニュースでそれを見てて、ね、来たら急にメールが来たんで、とりあえず空港に着いたら連絡しろ。JTBは日本からパリへ向かう一部のツアーの中止を決定しました。